久保さん、今回隠すにしましょうか、隠す。まあ、情報っていうのは隠されてますけどね。まあ、なんだ。うん、その中でも、まあ、あ、こ、これは本物じゃないかなってたどり着いた人っていうのはすごいと思いますね。まあ多分ね、かなりの割合で隠されてますから、まあ特にテレビなんかね、隠されてますよね。スポンサーで、あの、よく、ね、 ペットボトルとかもね、スポンサーのあれだがあるから、こう、隠されてるじゃないですか。ペットボトルの表記とか。<laughs> まあ、ほとんど隠されてるものが多いので、その中で、その、本物を見つけるっていうのは非常に大変なことだと思います。特に久保さんと僕なんか再生数少ないですから、再生数少ない動画を探し出すって結構難しいじゃないですか。<laughs> あの再生数が多い有名 YouTuber とかはね、こうね、人気急上、多分久保さんと僕が人気 YouTube の人気急上昇ランキングに多分絶対乗らないですね。まあ絶対って言ったらあれかもしれないですけど、多分乗ることはないでしょうね、あそこにね。<laughs> 何百万回再生みたいなね。うん。だからまあ目に触れないんですよ、大した。だからまあほんと底辺というか。うん。でもその底辺なりに、まあすいません、影響力はちょっとあるのかなと思いますね。 それは何でかっていうと、あのー、買っていただける方がいらっしゃるからですね。もし、それで、何の影響力もなく、何も信用されてないんだったら、それは、久保さん僕も商品売った時に、誰も買ってくれないわけですから、買ってくれるっていうことは、何かしらの影響力があるってことですね。だからその、少数派ですけれども、ま、あ少ない人にしっかり届けられることができるんで、まあ、それだけでも、飯僕は食えてますから、ま、あこれからもだから少数派、 あのー、本音をこうできるだけ伝えていく。まあ、本、本音っていうか無、無修正ですからね。そもそも僕のやり方から。<laughs> くっちゃべってるだけなんで。自分が感じたことが思ったことをくっちゃべってるだけなんで。うん、あと体験してきたことですね。それも包み隠さず、もう体験してきたこと話してますし。まあ、固有名詞とかは言わないようにしてますけどね。名前とか、ああ、社名とか。そういう名詞はできるだけ言わないようにはしてますけど。 そこ、そこぐらいですかね。気をつけてるところがあるとするならば。うん。いってらっしゃい。